皆さんこんにちは。私は ANA 客室乗務員村中です。今回は福井市一条谷を巡りながら5代にわたって越前を統治した朝倉氏の歴史に触れていこうと思います。せっかく戦国時代の遺跡を巡るので気分を高めるために衣装を変えてみたいと思います。どうですか？似合ってますか？それでは朝倉氏を巡る旅へレッツゴー。私は今福井県の福井市に来ています。戦国時代福井県では朝倉氏という一族が越前を統治していました。そして当時日本でも最大級の軍事力経済力を誇っていたと言われています。そんな朝倉氏ですが突如として歴史の舞台から姿を消します。そこにはあの織田信長との深いつながりがあることをご存知でしょうか。今回はそんな朝倉氏と織田信長にまつわるエピソードを現地の福井市からお伝えしていこうと思います。ところで皆さん、先ほどから私が歩いていたこの場所、何かお気づきになりませんでしょうか。そうです、実はここがその朝倉氏が拠点としていた場所、一条谷なんです。一条谷は三方を山に囲まれたまさに天然の要塞といえる場所にあり、この地で朝倉氏は5代103年にわたる栄華を極めていたのです。ここはその一条谷の入り口の一つ、下木戸です。すごい大きいし、まさに要塞ですね。私が歩いてきた範囲を含めた広大な面積にわたる遺跡が一条谷朝倉氏遺跡なんです。約400年もの間地中に眠っていた戦国時代の遺跡がほぼ完全な状態で発見された、まさに日本のポンペイとも言われる場所なんです。山城跡を含む遺跡延べ278ヘクタールが国の特別史跡に、主要な4庭園が国の特別名勝に、茶器や文具、職人の道具といった出土品2343点が国の重要文化財に指定されていることからもその凄さがわかります。三重の指定を受けているのは全国で6カ所しかないそうです。続いて遺跡の中でも最大の見どころの一つ、復元町並みに入ります。ここは地下に眠っていた建物の礎石や塀の石垣をそのまま使って当時の建築技術により再現されています。大規模な武家屋敷と職人などの小規模な住居からなる町並みを忠実に立体復元、戦国城下町での人々の暮らしを垣間見ることができます。遠見遮断と言われる方式で作られており、入る側は相手の様子が見づらく、守る側は見やすい、いかにも戦国時代の町という構造になっています。ここは町屋です。発掘調査の際に土の中から染色に使用されていた亀が発見されたので染め物屋だったことが判明しています。続いて上級武家屋敷は重臣の屋敷があった場所で、柱が4本礎石から立ち上がっている立派な門を備えています。当時は40軒ほどあったそうです。続いてこちら中級武家屋敷は先ほどの上級武家屋敷と異なり、柱が2本しかなく階級の差が見て取れます。実は朝倉氏遺跡からは将棋の駒が出土しているのですが、その中には現在の将棋には存在しない駒が一つあったそうです。さて突然ですが問題です。この駒、自分の王将が相手に取られてもゲームが終了しないという特殊な駒なのですが、その駒の名前は何というでしょうか。1、君主。2、姫。3、膵臓。答えは3の膵臓でした。この膵臓という駒は敵地に入ると大使となります。王将が取られても大使が取られない限り勝負が終わらないそうです。次に訪れたのは5代朝倉義景の菩提を弔うために後に建てられた松雲院の寺門、唐門です。
朝倉館跡の正面に位置する一条谷朝倉市遺跡のシンボル、門内の上部に朝倉市の見積もり木工の門が刻まれています。門をくぐるとこちらは館跡になります。朝倉義景の館があった場所とのことです。館の敷地内には後の室町幕府15代将軍となる足利義昭の元服を祝うおなりが会所にて行われました。2022年10月に開館の福井県立一条谷朝倉市遺跡博物館では、この会所が原寸大で当時のそのままに再現されるということです。さてここでも問題です。こちらの場所では日本最古と言われるあるものが発見されています。それは戦国時代という背景からは想像もできないようなものでした。さてそのあるものとは一体何でしょうか。実はここ花壇なんです。発掘されたものとして日本最古の花壇と言われ、当時好まれた花などが植えられていたそうです。またこの山の上には山城一条谷城がありました。しかし結果的に一度も戦に使われることはありませんでした。続いて訪れたのは館跡から少し登ったところにある淀の跡庭園です。特別名勝に指定されている4つの庭園のうちの一つです。あの岡本太郎さんがこの庭園を見て感激し、まるで子供のようになって写真を撮っていたというエピソードがあるそうです。そしてもう一つ、遺跡内で人気のある庭園、諏訪館跡庭園に来ています。さて、いよいよ今回の最大のテーマ、歴史のもしもに迫っていきます。戦国時代、ものすごい力を持っていた越前の朝倉氏、固い守りの一条谷に拠点を置き、日本最大級の軍事力と経済力を誇ったにもかかわらず、なぜ滅んでしまったのでしょう。朝倉氏は最終的にあの織田信長に滅ぼされているのですが、実はそれまでに織田信長を倒す絶好の機会を二度も逃してしまっていたのです。一度目は越前に侵攻してきた織田信長を退けた金ヶ崎の戦い、二回目は武田信玄と本願寺などと組んで信長と戦った第二次信長包囲網の際に攻め時を逃してしまいました。一回目の金ヶ崎の戦いには織田信長以外にも名だたる戦国武将が信長側で参戦していたと言われています。さてここで問題です。果たしてその武将とは誰でしょうか。1明智光秀、2豊臣秀吉、3徳川家康。ごめんなさい、実はこの問題引っ掛け問題なんです。なんとこの戦いには3人とも参戦していたのです。金ヶ崎の戦いではこれら歴史上の英傑が決死の撤退戦を繰り広げ、京へと逃げ帰ったそうです。京へ逃げ延びた時の手勢は10名ほどになっていたと言われることからも、大変なピンチであったことがうかがえます。この時、朝倉氏が信長や後の天下人を倒してしまっていたら、日本の歴史は変わっていたのかもしれません。そして絶好のチャンスを逃したツケは大きく、信長に再度攻められた義景は、大野に逃げることになります。家臣の裏切りなどもあり、その防御機能を発揮することなく破棄され、その後信長の命令を受けた柴田勝家らによって焼き討ちにされ、三日三晩燃え続けた一条谷は地中深く眠りにつくことになるのです。さて一条谷朝倉氏の歴史をめぐる旅もここまで。お昼も過ぎてそろそろお腹も空いてきたので、ご飯でも食べようかなと思います。ということでやってきたのはここ一条谷レストランとです。早速中に入ってみましょう。実はこの施設、世界でも例を見ない遺跡の中でご飯をいただけるレストランなのです。一条谷レストランとは遺跡内にあるレストラン。地元の食材を使って熟練の料理人が振る舞う食事を世界的にも希少な遺跡の中で味わえます。失礼いたします。
こちら京膳でございます。美味しそうですね。いただきます。福井サーモンからいただきたいと思います。脂が乗って美味しいです。越前そばにおろしをぶっかけて食べます。辛みの効いた大根おろしとそばがすごく合います。ごちそうさまでした。皆さんも一条谷レストランとぜひお越しください。さて今回は福井県福井市にある貴重な遺跡一条谷朝倉氏遺跡を訪れ、歴史のターニングポイントにありながら織田信長に滅ぼされてしまった越前朝倉氏と一条谷についてご紹介しました。広大で貴重な遺跡の中に戦国時代の町並みや遺跡の中のレストランと盛りだくさんでしたね。一時は天下統一も狙えたと言われる朝倉義景、織田信長を二度も追い詰めながら惜しくも歴史の闇に消えてしまいます。一条谷朝倉氏遺跡では今でも当時の様子に想像を巡らせることができます。また朝倉氏遺跡では広大な敷地を利用して様々なイベントを開催しています。火縄銃の銃声が響き渡る戦国祭りや幻想的な万灯や着付け体験やインスタ映えするスポットの設置も行われています。皆様も訪れてみて、この地で朝倉義景や織田信長の気持ちに想像を働かせてみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画、または機内でお会いしましょう。さようなら。ANA, Inspiration of Japan.